さあやっていきましょう、ガチエリア。どうも皆さんこんばんは、モッティです。今日もやっていきます、スプラトゥーン2腕前 X 編第2回はエリアです。モンガラエリアです。まあ前作のモンガラエリアにはいい思い出ないですからね。もう今作のモンガラエリアはこういう風に行くことができる。ちょっと早いよいつもよりからの、ここにポーンって投げて、痛い。何武器がわからない何シャプマ今更トゥーン、いいぞ。打開する側の方が多分有利だな、これ。はっ、どうだ、大丈夫か。いいぞ、引かせたぞ。引かしてからの、どっからどう来るの、わからないよ。ナイス。かの、後ろよく見てるよ。あ、そこ塗るのね。痛い、ちょ、待って。どこに何がいるか全然わからない。これはさすがにきつい。ので、一回引いて、ここを取ったことによって、ちょい、めっちゃ入られてたけど、あれですね、左に若葉に行っちゃってるんですね。だからちょっと若干辛そうなのかなって感じしないでもないですけど、どうする？右行けるんだったら右入りたい。洗濯機は右の方が強い。それは昔からそう言われている。だから右の方が、どちらかというと、あれですからね、センターの方が辛いんで、極力僕みたいな下手くそは右から行っといた方が味方に負担がかからないみたいな、そういう話ですね。はい。常にここは作る。大丈夫か？怖えな。怖いな。もうちょっと、置いとくだけ置いとくっていうのは大事。で、はい。作っとくだけ大事で、置くだけコットン、ここ。ナイス？綺麗だけど、向こう側が今度取られている。こうやって、向こうは向こうで位置を知らせとく。いいよ。狙いたいよ、任しとけ。いやー、ダブルで来られたー。左が今度打開できたタイミングで今度右が空いてしまった。申し訳ない。これは、どう打開するか。若葉2だとね、多分若葉2がこっちに対しての役割が多分ないんで、どうしようかな。いや、俺こっち行ってあげるのは手か、逆に。いや、2-2で分かれるのがセオリーなんだけど、ちょっとこういう、いない。ちょっと辛そう。ある程度あれを変えた方がいいかなと。当たってるんだけど、ちょっと待って、一回タイム。当たんない。こういう横からのあれの方がいいかもしれない。ボムラ。インクは、それは若葉。それは若葉のターン。いいよ。これで、OK が、ない。これ若葉に確かに辛そう。この編成だと若葉に辛そう。塗って。そんな一撃で直当たると思わないじゃん、痛い。いやーやーっ取られたー。マジかー。なんでそこに、どこ、えんち、ちょ、射程長くね。いや、それきつい。あー、うちはどうにか不正だー。あー、うちまで持ってったが、結局左に俺がどうにかしてる分、カウント進んでるかというと正直進んでない。だったら俺が右に行ってあげた方が結局いいのか、これは。結局なんとも言い難い部分あるな、正直。いや、2-2に分かれるのがセオリーとはいえども。そうなるよね、やっぱりね。そうなるんだよな。それはなんとなく読めてるんだよな。いや、当たんない。痛い。食いぼきつい。いやあ、きつい。後ろ。あ、ダメだー。いやー、合わねえなー。モンガラだなー。
この辺はマジモンガラだな。いくら回収しても結局モンガラはモンガラって感じだよね。なんか結局モンガラはモンガラ。ここ。ナイスナイスナイス。なんか結局モンガラはモンガラだよな、マジで。結局な。やっぱモンガラエリアっていう、そのもの自体を閉鎖した方がいいのでは。ビーバー倉庫閉鎖するぐらいだったらこっち閉鎖してほしいんだけど、個人的には。いや面白えなー。いやでもまあまあまあ、あんまり今のところ大崩れしてるような試合がそんなに見受けられないので、ね、まあまあええやろみたいな、そんな感じではありますけどね。果たしてどうなのかっていうところまではよく分かってない、正直。正直よく分かってみない。とりあえず任せるわ。じゃあ左1だもんね。あ、いった痛い強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 い。どこ、めっちゃ、ちょっとあれですね、右からプッシュがかかるまでちょっと待ちですね、これは。ちょっと苦しいんで、左が右プッシュやっとかかったんで、いやー、ぶねー、うめーうめー、誰か来て、そっち3人いて、そっちで死なないで。そっちで死なないで。ちょっとやめて。いや、今度こっち3人来た。ちょ、待って。チームワークバラバラよ。じゃあ今度向こうみんな行くの。何このチーム。大丈夫？向こう取られてる。あ、そういうやつ。痛い。ちょ、マジかそれ。あ、捨てじゃん？あ、す、ん、何？あ、捨てじゃん？あ、うん。あ、うん。うん、まあ、刺さったらいいね。刺さったらね。刺さるんだったらするんじゃないかみたいな感じはしますけど。右サイドから上がって。ここ一個。痛い、見られてる。チンチンずるいから。どこ？うぅーいやーくー全絶がなーうぇーうっそ。痛い。やられんなやー。当たれ。ナイス。無理。それは無理ー。いや、それ取られる、マジかー。これ取られる、マジかー。今勝ったと思ったけどなー。マジかー。ダメー、これ。ダメー。これ、お、あ、つけるだけつける。マジ。ちょ、強い。強いけど、少な。こんなもんなのか。じゃねー。ナイス。あんまり、変に。いや、何それ。止めるだけ止めよう。いいよ。いや、それきつい。いや、両方見るのきつい。さすがに両方見るのきついから。いやー、来られちゃった。終わったか、これ。あ、それは終わったわ、さすがに。さすがにその挟み撃ちは無理だわ。ドアがいても勝てねえわ、これは。さすがに無理。リム。さあ、こうなってしまうともうちょっときついかもしれないぞ。正直きついかもしれないぞ。ここでおとりになるから塗って、おとりになるから塗って、マジ無理っす。
もうマジ無理っす、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 マジで。マジきついっす、マジきついっす、マジきついっす。どこっす、どこっす。なんで雨がそっちの方向から降ってきてるんす。わからんす、わからんす。なんす、なんす、なんす。なんす、そうなんす、なんす。これはまた、取られるやつ。ちょっとさ、ジャンプきつい、ジャンプきついって。マジジャンプきついって。めちゃくちゃきついって、ジャンプ。ナイス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 許す許すちょ、取られ、どっちどっち左マジ左マジマジか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 。ちょ、こっち守る、こっち守る勝ち。こっち守る勝ち。ナイス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 なんだこれなんだこれ楽しいあー面白いわ。スプラ面白い。いや、やっぱね、やってて思うのはね、味方がちゃんと動いてくる人たちがいっぱいいるから、くれる人たちがいっぱいいるから、なんか自分の動きがちゃんとできてるなっていうのをね、すごい感じますね。すごい武器光ってるんだけど。武器光ってるっていうのは、これあれですよね。多分、腕前 X で光ってるってことですよね。と思ってんだけど、相当連勝されてるっていう感じですかね。まあ、とりあえず、線つけたんで許して。線つけたんで許して。来んの？来ないの？来ないの？来るの？痛いの？痛い。ここ。うわー、すし！ちょっとこれはね、一回引いた方がいいですね。さあ、どうしようかなー。さあ、みんなで考えよう、ここ。あ、来ない。いや、人は少ねえから、ボムラは、それなりのタイミングで吐けさえすれば、吐けさえすれば、吐けさえ、痛い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 ナイス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 。とりあえず、だから、打開のタイミングとこのカウンターのタイミングのさ、この綺麗な感じ、すごく良くない？すごい良くない？今、ぶっちゃけ取られても全然いいかなって思って、すげえいいよな、これ。うまいよね、マジで。みんなうめえよな、普通に。普通にうめえからこそ、なんとなく銃勢とかは相当苦戦するだろうね。痛い。やだやだ、痛い痛い痛い。痛い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 。ナイス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 。どこどこどこ消えたどこに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 ナイスナイスナイス。ちょ、もう全然。痛い。もう空。入ってこい、入ってこい、入ってこい。入ってきたら。入ってきたら。もう画面ガッタンガッタン。ガッタンガッタン。ちょっと落ち着きたまえよ。モッティ君。モッティ君に落ち着きたまえよ。モッティ君落ち着きたまえよ。持っていく、落ち着きたまえよ。落ち着きたまえよ。ここだーここだーナイスここだーここだーここに入られたか入られたか入られてない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 。どこ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 ああ、当たんない。下手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 。ちょっと待ってちょっと待って、今すげえさ、コード引っかかったの、ごめん、許して。今のは今のガチ引っかりや。あ、それ無理、それ無理んごね、それ結構無理んごね。ちょ、なんかさ、なんかあれなんだが、あのコントローラーが左に行く助けて助けて、誰か誰か助けて、誰か、コントローラーがめっちゃ左に行く。無理ー無理ー、めっちゃ傾いてく、めっちゃ傾いてくんだけど、左に。すげえ、俺今、体勢が大変なことになってるんだけど。ちょ、待って。つらいつらいつらい。つらい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 。つらいつらいつらい。つらい、どこ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 、いない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 。ちょ、待って、めっちゃめっちゃどうしようどうしよう。めっちゃどうしようめっちゃどうしよう。あ、これは、これは無理ですね。あー、インクないですね。無理です。あー、終了。終了。ちょっと、このタイミングに、ジャイロを。ジャイロを直そう。ジャイロを直そう。いやーだよ。残念でしたー。また聞いてね。いやー、無理無理無理、それは無理だ、前空いてなかったー。二人倒したけど空いていなかったー。いや、止まるべ、大丈夫だべ、大丈夫だべ、真正面だけだし、多分。大丈夫大丈夫大丈夫、頑張れ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 、できるできる、絶対できる、絶対できる、絶対できる、できるできる、絶対できる、絶対できる、絶対できる。いやー、インク足りね、インク足りね。
止めればいいから、止めればいいからね。うん。X の人たちのエリアとか、普通に上手い人たちいっぱいいるから、ナイスナイスナイス。ナイス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 。ナイス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 。ちょ、ボムが多すぎ、ボムが多すぎ問題。ボム多すぎ問題。ボム多すぎ問題。ナイス、なんか死んだ。そう。強。いいよいいよいいよ、なんか、いいよいいよいいよ。大事。やっぱね、ボムラ大事。ボムラ大事。え、濡れてない。来るなら来いや、来るなら来いや、来るなら来い、ちょーいってー。ボム今の、なんかプラスボムですよね、多分今のね。多分、ボムだけじゃ死んでない距離だと思うんですけど。ですけど、みたいな。ちょ、まじいな。これまじいな。ここまじいな。ここ抑えられなかったの結構まじいな。いやー、ここね、死んじゃダメだからね。死んじゃダメだからね。死なないこと大事。状況が分かんない。状況が読めない。ここいやー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 ちょっともうちょっと遅めに使いたかったんだけど、もうちょっと遅めに使いたかった。正直もうちょっと遅めに使いたかった。やめてー、助けてー。それは無理、それは無理、それは止まらない。だー、無理、それは。ナイス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 、戻ってきた。ナイス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 、あら、粘りゃ勝てんや、死ななきゃ勝てんだよ、わかるかキッズ、ウェーイ。めっちゃコントローラーのコード引っかかってたんで、ちょっと直していいっすか。すげえ迷惑かけたわ。ごめん、味方もうちょっとキル取れたわ、すまん。はい、ということで最後までご視聴いただきましてありがとうございました。多分パート1のコメント欄とかでめっちゃ聞かれてると思うので、ここでお答えしようかなと思ってるんですが、モッティさん、最終的に S プラスいくつまで行ったんですかっていうお話ですね。はい、ズバリ言います。S プラ46。はい、ちょっとまあ今画像に出してるのは S プラ45のちょうど飛び級した時のキャップで、まあこの後プラス1行ったんですけど、そっからですね、我に我まして、すごい心が折れまして、もうそっからもうやめたっつって、この2ヶ月ぐらいあんまりガチマッチ潜ってなかったんですね。まあなんで、まあワンチャン行けたとは到底思えてないですけど、正直。まあでも一応そこまではどうにか行ってましたよっていうところだけ。お伝えしておこうかなというふうに思います。まあ、まあまあまあ頑張った方なんじゃないですか、とりあえず。時間がない中でね、ってとこで。まあとりあえずそのなので、ヤグラが一応最高が S プラ46。で、ガチホコが S プラ42。で、ね、エリアとアサリはクソなんですけど、まあエリアがね、確かね、25か6。ちょっと全然もう記憶曖昧で申し訳ないんですけど、いろんな武器使って遊んでて、そんな感じで、アサリに関して言うと、5です。5です。50じゃないですよ、5です。はい、なので申し訳ないんですけど、腕前 X 実況アサリだけは当分先の話になると思うので、申し訳ないですけどね、もうちょっとお待ちいただきたいなというふうに思います。アサリに関してはモチベのもの字もないんで、もしかしたら一生上がらない可能性もありますけどね、っていう感じでございました。まあ一応キャプってる画像がさっきのね、イカリングの画像ぐらいしかないので、嘘をつって言われたらまあ嘘なのかもしれないですけど、まあ一応僕の中ではちゃんと本当ですので、まあそこだけお伝えした後にね、まあ言うても完走できなくなっちゃった以上はね、腕前 X で楽しんでいきたいなと思ってますし、まあ正直腕前 X ヤグラじゃなくてホコとエリアやってみて、かなり楽しかったんで、まぁ、ちょっとモチベは少し上がってくるかなっていう感じはするので、はい。まぁ、ぜひぜひ、まぁ、少しの間だと思いますが、今後ともね、ぜひ、モッティのスプラトゥーン実況よろしくお願いします。といった感じで、以上、モッティでした。バイバーイ。動画最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いいたします。スプラトゥーン2の腕前 X。いや、これ意外といいシステムかもしれませんね。ちょっと裏でいろいろやってたんですけど、なんかガチエリアで2350みたいなやりで、ファーってなりました。さすがだったな、あの部屋は。まあどうにか一矢報いたけどね。ではまた明日、あったかくして寝ろよ。